コスタド・デスコブリメントの大西洋岸森林保護区群はブラジルの世界遺産の一つである。南アメリカ大陸の大西洋岸森林のうちブラジルのバイヤ州南部からエスピリト・サント州北部にかけて存在する八つの自然保護区を対象とする自然遺産で単位面積あたりで見たときの樹木の種の多様性は世界屈指のものである。英語綴りはユネップによる登録名称である。 以下の登録対象の IUCN カテゴリーはすべて2である。大西洋岸森林生物圏保護区に含まれている地域が登録地域を囲んでいる。ただし、世界遺産としての厳密な干渉地域面積は定められていない。多様な熱帯林が広がる。この地域に多く見られるブラジルボクの木はブラジルの国名の由来である。その他、アスタイア市、 ブラジルゾウゲヤシなども見られ、海岸部にはマングローブなども生育している。動物は縦紙な負け物、舗装ヤマアラシ、ジャガーなどが生息している。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。